今日でも本当週が混じってないんですかね。となるとまるまるないってことなんですか。7月1日のやったシュガーがまさか7月ってカウントってことはないですよね。どうなんだろう。来月頭にやるのかな。どうなんですかね。この前27時間テレビで川柳に佐藤健くん出たじゃないですか。でまあ謎解きみたいなのが川柳の前にちらっとあって、まあ、一発目は佐藤健くんが当たって 2問目がなかなか、まあ、当たったんですがヒント出てね。すぐ分かったのがスノーマンの阿部良平くんですよね。それですごいねって佐藤健くんが結構マジでびっくりしたっていうシーンがあったんですが、だから佐藤健くんよりも早かった。まあ要は佐藤健くんに勝った瞬間ですよね。なかなかそんなの見たことないんでね、謎解きでね佐藤健くんに勝つ人、それを涼しげな顔で阿部くんがすぐ当たってたんで何者って思ったんですけど、阿部良平くんって頭がいいことで知られてるっちゃ知られてるんですね。これを見るとね、今ちょっと見てるんですけど、スノーマンでインテリ担当っていうかクイズ番組ですっかりおなじみなんですね。いろいろ頭がいい理由っていうのがあるんですね。阿部ちゃんが頭のいい理由、まずは上智大学理工学部、なるほど、半年間芸能活動を休止して大学受験を頑張ったってことですね。まあ、ただ理工学部ってところは頭がいいですよね。塾に通わずして独学で勉強し、一般受験で上智大学理工学部に合格、一発合格だそうです。もう一般入試ってのは偉いですよね。そしてまあそこを卒業したってことですね。大学院にも行ったんですね。上智大学の大学院理工学研究科に進学したと。なるほど、卒業しただけではなく大学院まで行って、ジャニーズ初なんですね。ジャニーズ初での大学院を修了してる人ってことね。なるほど、それはインテリですよ。気象予報士の資格も取って、だからやっぱ資格も得意なんですね。資格マニア的なところもあるんですね。5回目で受かったと。合格率 4% の難関、ジャニーズ初の気象予報士。まあ確かにジャニーズ気象予報士になろうと思わないですよね。他にも世界遺産検定2級日本漢字能力検定、準一級。なんか日本漢字能力検定って確か宮崎美子さんもなんか持ってなかったでしたっけ。そんなの違いましたっけ。なんか間違ったらごめんなさい。阿部ちゃんは頭がいいっていうことだけではなく、まあ、そうやって資格なんかに挑戦する人なんだって話ですね。だから努力家、秀才みたいな。あー、なるほど。しかもプログラミングができると、SE の能力があるんですね。あー、それでジャニーズクイズ部っていうのを発足してるんですね。なるほど、高学歴ジャニーズ軍団ジャニーズクイズ部発足してる。そこで阿部ちゃんがリーダーってことです。ジャニーズ俳優部とかもありますね。俳優目指してる、ね、ジャニーズクイズ部のメンバー阿部亮平、トラビスジャパンの川島ノエル、セブンメン侍の本高克樹、美少年那須雄登、 A グループ福本大成、美少年浮所日高くんって人気ありますよね。この人は立教大学なのね。どこが一番高学歴なんだろう。そうね、難しいとこだな。ここかな。那須雄登、慶応大学経済学部在籍中。ここかな。本高くんも早稲田大学の理工学部にいるんですね。まあ、でもこうやって見るとちょっと佐藤健くんに近いところがあるんですね。自己プロデュース力とかなんかいろいろやってるんですね。ノートをつけたりとかもしてるんですね。あとなんか時間の活用方法が得意みたいですね。移動時間、待ち時間など少しでも隙間時間があれば上手に活用していると。そこで勉強したりとかしてる。まあ、頭がいい7つの理由、メンバーの反対も力に変え大学受験一発合格。2番は、大学院卒アイドルになる。3、アイドルと勉強の両立をやり遂げて。4、気象予報士は資格をたくさん取って。5、スノーマンの活動を生かすためプログラミングができると。やっぱクイズ番組に数々出てる。そして7がクイズ部を、ジャニーズクイズ部を作った。まあそういうのがあって、そういう謎解きでも佐藤健くんに迫る勢いのね。頭が良くて顔、見た目が、ルックスが良くて頭がいいっていうね、佐藤健くんに迫る勢いになれるんじゃないかなっていうところが脅威になってきてるっていう話ですね。